はい、皆さんこんにちは。プロ野球スピリッツ2014スタープレイヤーモードのセカンドシーズンですね、続きプレイしていきましょう。今日からはソフトバンクとの3連戦です。先発は武田です。おお、今日はベンチスタートですね。早速見ていきましょう。先発は石川と、武田ですね。今日絶好調だったんでパワちゃんがね、先発したかったですね。非常に強力なソフトバンク打線、ピッチャーも充実してます。でもここで負け越すことはできないんで、絶対ね勝ち越し、2勝1敗でこの3連戦を終えられるようにね頑張ってもらいたいですね。まずはソフトバンクが1点先制。おお、追加点挙げられてます。6回の表です。2アウトランナー1塁、2点ビハインドの場面で代打登場です。ピッチャーはまだ武田ですかね。現在打率は3割を上回っています。好調の今シーズン。さあそしてパウアー、この打席でホームランを放てば今シーズン10本2桁への今のフォークボールでしょうか。うわあ、これはボテボテのピッチャーゴロー。あまり良くない出だしですね。さらに追加点を挙げられてます。これは試合が決まってしまったか。残念ですね。敗れています。ソフトバンクホークスが僅差で勝利を収めました。なんとか逃げ切りました。もう先発して分かったんですけど、まあ、スタメンですねして分かったんですけど、結構疲労がたまりますね。なので疲労回復っていうのを上げておくっていうのもいいかもしれないですね。今日は、勝ってますね。オリックスが勝ってますんで、ロッテは4位に転落です。というわけで今日は負けられませんね。山田です、先発投手。今日もベンチスタートです。能力ちょっと上げときましょう。総力で疲労回復をちょっと上げときます。で守備も上げときましょう。こんなとこですか。今日の先発投手はロッテ唐川、一方ホークスが山田ですね。唐川絶好調だったみたいなんで、なんとかね強力ソフトバンク打線抑え込んでもらいたい。打撃戦になるとね、どうもやっぱり部が悪そうなので、そこはねなんとか勝利で、終えてほしいなと思います。ヤフオクドームからお伝えしてまいります。まずは先制点取ろう。ビッグイニングいいですね。これだけリードしてると安心感があります。7回の表、7対1、6点リードの場面ですね。ここは自分のためにヒット1本打ちましょうか。バッターは7番に入っているパウアー。今シーズンここまでホームランは9本。ピッチャーは五十嵐亮太に変わってますね。五十嵐って今ホークスにいるんですね。ストレート、カット、フォークにナックル。これはスライダーでしょうか。これはフォークボール。速球がまだ1球も来てない。タイミングがちょっと早かったですね。これは外れます。インロ
めています。さあワンボールツーストライク、速球狙っていきます。これは外れますか。スライダーですね。ツーボールツーストライク、失投こい。うわー、これはという感じですね。井口飛び出しちゃいましたが、井口はね大学の先輩なんですけどね、ちょっと今の走塁に関してはよろしくないですね。まあ、ただチームの方は勝ちましたね。残念ながらソフトバンクホークス敗れてしまいました。富山さん、まず1勝1敗のタイに、持ち込むことができましたね。バッファローズ勝ってます。ゲーム差 0.5 のまま。今日の先発相手は中田健一ですね。お、今日は久々にスタメンです。2試合ぶりのスタメン。あーごめんなさい、勝ち越しホームランチャレンジしたかったんですけどキャンセルしちゃいました。今日は2試合ぶりのスタメンですね。疲労度とかも見て先発スタメン決めてるんですかね、首脳陣は。確かにあのままスタメン続けてたらですね、パワちゃん、ちょっと疲労が溜まっちゃうかなというところではあったので、まあ、助かるは助かりますね。ただこれ以上疲労回復の、まあ、レベルを上げるにはですね、スピリッツが必要なんですよね。このスピリッツがなかなかたまらないんで。お、早速回ってきますよね。3番ですからね。1回の表です。ツーアウトランナーなし。今日は絶対勝ちたい試合、ヒット打って勢いつけましょう。中田健一の、球種確認しましょう。ストレート、スライダー、フォーク、カーブにカットボールですか。フォークボール、キレがありますね。見逃せばボールっていうところですね。ストライクゾーンからボールゾーンになる、ボールになるフォークボールでした。これはいったんじゃないか。よっしゃー、先制のソロホームラン第10号です。この広いヤフオクドームでね、ホームラン打てました。これは高い弾道、本当に綺麗な放物線ですね。でもやっぱりヤフオクドーム広い。今の会心の当たりでもギリギリですね、レフトスタンドの。さあ第2打席目です。先制となるソロホームランを放っています。これは内川の正面。このまま終わるとは思えない。もう 2,3 点取っとかないと、強力ソフトバンク打線相手にはねちょっと心配ですよね。今日はホームランを放っています。これはタイミング早かった。これもいったか。よっしゃー、今日2本目ツーランホームランです。これが
中田とは相性いいのかな。高めのストレートでしたね。今度は高めに浮いてしまったストレート、しっかりと引っ張られた当たりはフェンスを越えてしまいました。ホークス追加点を取ります。この追加点は大きいです。いいボールだったんですけどね。これは打った方を褒めるべきですね、はい、本当かな小宮山さん。甘いとこだよこれ。試合中盤徐々にリードを広げられています。うん、いいですね。さあ、うん、試合決まったかな。8対2、6点リードの場面で第4打席目です。3番バッター、ハウアー。8点取られてもまだ中田が投げてるんですね。これはストライクからボールになるスライダー。今日2本打ってるんでね、落ち着いて、見極めることができました。これもスライダーですね。外れてます。ツーボール。スライダーを3球続けてきました。これもいったか。あ、これは内川いいプレー。もう回ってこないかな。あ、回ってきましたね。第5打席目です。4点リードで9回の表ですね。これから9回マリーンズの攻撃です。ピッチャーは岩崎。ホークスはこの回からピッチャーが変わります。背番号21岩崎が3番手としてコールされています。対戦したことはあったとは思いますが、もう忘れてます。完全に忘れてますね。ストレート、スライダー、スローカーブにフォークボール、チェンジアップも持ってますね。小宮山さん、巻き返しを図るためにもここはぜひ無失点での投球が要求されますよね。これはね、もう本当に2球目チェンジアップから入ってきました。そんなピッチングしてもらいたいですね。そんな確かに気迫のこもったピッチング期待かかりますね。これはちょっとタイミングが早かったですね。もうちょっと溜めてもよかった。これは落ちるか。うん、落ちました。センター前。ちょっとポテンヒット気味でしたけども、きっちりねセンター前に運べましたね。はい、結局ね6点取られてしまったところはあんまり、喜ばしい結果ではないんですが、ただね当初の目的、目標であった勝ち越しできました。オリックスはどうなってるかな、気になりますね。オリックスは勝ってますね。大勝してますね。はい、というわけで今回ねついにソフトバンクに勝ち越すことができました。嬉しい結果ですね。次戦ファイターズ戦になります。ファイターズ2位にいますんで上位叩いておきましょう。というわけで今回も最後までご覧いただいた方ありがとうございました。また次回も応援よろしくお願いします。